る。パパトンです。ママトンです。ライトンチャンネルです。今回はですね、ライトンがクモンにね通っていたわけなんですが、つい最近、はい、クモンを辞めまして、ね、その辞めた理由についてちょっとね語りたいなと思います。やってきた。まず行くきっかけ、きっかけなんですけども、はい、まずですね、そのクモンに入ろうかっていうふうに考えた時点で、うん、大きく2つね、はい、ちょっと問題がありまして、はい、まず一つが、まあ、ライトね、早生まれなんですよ。早生まれですね、うん、4月1日生まれなんで、うん、そう、しかも早生まれかつ、ね、早産、2ヶ月早く生まれてしまったので、はい、まあね、前の上の学年ね、そうですね、上の学年に行ってしまったよと、うん、はい、本当はですね、本来小学校3年生のはずなんですが、うん、早生まれで生まれてしまったことにより、うん、小学校4年生になってしまったよ、はいはい、なので、まあ、学力の差ですね、はい、がありますよと。そうだね、周りについていくのが結構いっぱいいっぱいっていうのが一つ。まあライトンですね、なかなか集中するのが苦手という。そうだね、特にこの家でのね学習がちょっとね、まあゲームもあったりスマホもあったりっていうね、ルイトンがね動き回ってて、そう YouTube がねルイトン見てたりとかして気が散っちゃう環境がね、ちょっとなかなか集中しづらい環境ですよ。僕ですちょっと集中しづらい環境だと、いうこともあったんで、やっぱ集中できる環境を作りたいなと。そうですね、はい、いうことの、はい、まあ大きく2つですね、はい、はい、うん、それを解消できるのが、まあ、クモンかなと、はい、いうことで、まあ、クモン式をね選びましたという感じです、はい、一回体験に行ったんだよね、国語と、うん、算数と両方見てもらうことになりました、うん、まあ、国語で言うとひらがなカタカナで、算数で言うと足し算引き算を主に、まあ、途中で掛け算とかもやったんですけど、まあ、本当に基礎になる部分を早くできるように、うん、そう、まず、とにかく暗算です、暗算、そうそう、とにかく数をこなすようなドリルみたいな感じのね、ひたすらひたすらやって、でまた宿題もらってきてみたいな感じで家でもそれをやって、でまたクモンでもやってっていう繰り返しをねやりました、うん、で通い続けて、まあ、1年ぐらい、ただね、間に、まあ、コロナのね、自粛期間が数ヶ月あって、まあ、行けない期間があったんですけど、まあ、でもその途中からまた通い始めて1年ぐらい経ちましたというところですね。はい。でもノリノリだもんね、もう。いやいや、しゃあ激しすぎない？それ。綺麗な音楽だね、激しすぎない、はい、まあ、1年経って辞めることになったんですけれども、まずさっきのね、その2つの問題点の部分で、うん、まず一つ目、その早生まれで勉強についていけないっていう部分で、まあ、その早く解けるようになったっていう部分が結構見えてきたので、まあ、基礎の学力はね、ある程度ついたんじゃないかということで、まあ、一つ目の問題点はクリアしたかなというところです。二つ目の問題点、まあ、集中する姿勢とか環境っていう部分が、まあ、もちろんね、クモンでは周りがね、静かに勉強してるから、ライトンもね、静かに。さーっと集中してやるっていうことを、まあ、繰り返し行ってきて、で家でも、まあ、いざ宿題やるよってなった時に、まあ、昔よりは、うん、まあ、集中する姿勢がね、そう、まあ、見られるようになってきたなと、うんうん、だから、まあ、いい傾向ではあったんですよ。そうだから、まあ、一応ねその2つの問題点があって、うん、まあ、その改善の兆しはありましたよ、はい、ただ逆にね、うん、ちょっと逆に新たな問題点が、はい、出始めまして、新たな問題点、そう、まあそれがですね、まあ、ちょっとライトンね、そのまあ宿題もあって、うん、かつ今真剣ゼミもやってるわけですよ、はい、うん、それにプラス週に2回の公文式、うん、はい、で、うん、他にも、うん、まあ、ライトンね、まあありがたいことに、うん、まあ、結構そのお友達から誘われるというか、うん、そうだね、遊びに誘われることもあり、うん、あって、うん、帰ってきたらちょっと超えてきますみたいな、ね、そう、もう友達と約束しちゃったから行ってきますみたいな勉強どうすんのみたいな感じなんですけども宿題やらずに行っちゃったよみたいな ね、まあ、そんなのがまあやっぱりちょこ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 って結構あるわけです。そうだね、だから時間的余裕がね、うん、ちょっとしんどいっていうかなくなってきた、うん、なくなってきたというか、うんうんうん、だからライトンがちょっとね疲れてき始めたのよ。そうだね、まあちょっとこうやることがいっぱいになってきて、うん、でその質の部分がだらけてきちゃうというか、字も汚くなってきちゃったりとか、一応やるけど、そうなんかそういう乱れが見えてきちゃってたので、まあ
量も大事なんだけど、量より質をちょっと大事にしようかなっていうところもあって、うんうん、で、まあ、ちょっと削れる部分というか、うん、もう取捨選択っていう部分で、そうそうそう、まあ、一旦苦悶式をね、はい、一旦苦悶式をね、はい、ストップしようかなと、はい、まあ、改善の兆しが、まあ、見えてきたというところでね、うん、まあ、その苦悶式を一旦ストップして、まあ、勉強の方とかね、今あるものを、もともとあった部分のものをね、もうちょっと質を高めていきましょうね。そうそう、しっかりやっていこうっていう風になったので、うん、はい、苦悶式をね、やめることになりました。はい、はい、はい、まあなので、うん、なんて言うんでしょうね、今回僕らはね、うん、そのまあ2つの問題点があって、うん、苦悶式を選びましたという感じだったんですけども、うん、まあ、またね、新たなるまあ問題点が出てきたんで、うん、一旦ちょっと見直しっていうフェーズだったということですね。そうだね、うん、うん、苦悶式すごいさ、いい部分がいっぱいあったじゃん、やっぱライトにとって。あったあった。うん。うん、だから、やってよかったなって、すごい思ってます。なんかね、うん、その、だら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 このまま続けていっても、なんかお互いの、その親としても子供としてもお互いのためにならないなと、うんうん、そうだね、だからやってるっていうか、やってるというか通ってればいいんでしょみたいになっちゃったら困るしね。そうそうそう、そうするとだんだんなんていうかね、うん、やってるのが当たり前で、うん、その質っていうところがね結構担保できなくなるというか。そうだね、まあ、苦悶式のね宿題もまあ結構たまってて、うん、かそれをやらせるためになんかちょっとね、うん、まあお互いになんかイライラしたりとかね。そうだね、これやってあれやってとかさ、うん、なんでやってないのとかさ、うん、なっちゃってもね。そうそうそう、まあ、うん、そんなのが見えてきたから、うん、あ、これはちょっとね一旦見直しの時期かなということでね。そうだね、はい、うん、という感じですかね。そうですね、はい、うん、まあね、高学年になって勉強もより大変になるからね、そのしっかり学校のねメインの方もしっかりやっていかないといけないしね、うん、まあ、基礎も大事なんだけどね。そう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 、うん、まあという感じでございましたよと。はい、はい、今ね、苦悶式に通ってる方、うん、あとこれから通おうと思ってる方、うん、もしかしたらね、この動画見てくださってるかもしれないんですけれども、うん、まあ、その方たちはこうなぜ苦悶式に通って何を目的として、まあ、今それがどれぐらい達成してるかとか、まあ、達成するために、うん、あの家族でね、ちゃんと話し合って通うっていうことを決めてるかっていう部分をちょっと確認して、うん、やった方がいいよね。そうそうそう、うん、まあ、まず最初ね、うんうん、そやっぱりその課題点をね、うん、あの書き出すのがすごい重要とか、うんうんうん、それを課題点を解決させるための方法が、うん、まあ、苦悶式であるよと、うんうんうん、っていうのがちゃんとあのコンセンサスというかちゃんと合意が取れてるのが重要ですよと。そうだね、で、達成をしてるかどうかっていうのも都度都度、うん、やっぱね、マイルストーンは確認する必要があるかなと、うん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 、いう感じですよ。そうだね、うん、ね、ただ続きがいいってわけでもないですから。そう、なんかただね、お子さんがさ、なんか勉強を増やされてるだけっていう風にマイナスに捉えちゃってると、うん、プラスに働かないけど、そうそうそう、まあ、例えばね、そのライトンで言うと苦手な部分、うん、基礎の部分をまずしっかりできるようにってやれば達成したね、ここに行けば達成っていうのが分かりやすいから、うん、そうそう、そういう感じで、はい、家族で、うん、話し合うのもいいんじゃないかなと思います。まあ、そうですね。まあ、うまいこと苦悶式使いましょうねということですね。そうだね、はい、はい、というわけで、はい、ライトンの最近の勉強事情でございました。はい、ライトン頑張ってますので皆さんぜひ応援してください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。